ですね、科学ってそもそも何がしたいんだと思います？まあ、ここまで話を広げなくてもまあちょっといいかもしれないですけれども、じゃあ例えば物理そのものでもいいです。物理は何がしたいのか。で、これどうですかね、皆さん大丈夫ですかね、この字で大丈夫ですか、皆さん見えてますかね、大丈夫ですかね、よろしいでしょうかね。もし皆さんあれですね、いろいろもしリクエストなんかあったら、質問とかそういったものを SNS 通じて、皆さんから受け付けられるようになってますので、で、番組の途中にもですね、補習の時間っていうのがあって、そこで皆様から来た質問の中で、まあ、何か、ちょっと取り上げてですね、これはちょっとなかなかいいなとかいうのがあったりしたら取り上げて、それも、ちょっとご紹介したりとかしていきたいと思います。まあ、そこでうちの研究室の、学生たちも活躍していきます。でですね、まあ、ちなみにこの、じゃあもう話戻しましょうか。物理は何がしたいのかなんですけど、僕がですね、今東京学芸大学というところにいますけども、僕はここに来て5年、まあ、これで満5年経ちますけれども、その前はですね、群馬高専というところに7年いたんですね。皆さん高専ってご存知ですかね、工業高等専、まあ、工業だけではないですね、まあ、高等専門学校ですけれども、僕のいた群馬高専は群馬工業高等専門学校というところで、まあ、中学3年を卒業すると、まあ、入ってくるところなので、まあ、高校1年生の年齢から始まる学校ですね。で、まあ、高校は3年ですけども、高専は5年あります。で、まあ、その上に専攻科っていうのは2年あって、まあ、そこまで出れば、高校3年と大学4年を出たような感じになって、まあ、工業高専だったらそこ出ると大学の工学部を卒業した、工学士っていうのと同じ資格を得ることができます。大学と同じ、高等教育機関ですね。で、まあ、高等教育機関って言っても、もちろん1年生から3年生の間は高校生と皆さん同じ年齢なので16、17、18歳ですから、もちろん、中学3年生で入ってきた時は中学校の知識しかもちろんみんな持ってないわけですね。で、高専だと1年生からもう力学が始まってたんですけども、僕はそこの授業で一番最初にいつもですね、物理って何がしたいんやと思うっていうふうに聞くんですよ。で、そうすると、まあ、本当にみんないろんな答え返ってきます。もちろんその中学の時は理科って言っても物理、化学、生物、地学というふうにはっきりみんな分けて教わってないので、物理ってこんなもんってイメージをみんなもともと持ってるわけでもないんですよね。なので、まあ、いろんなところでこう見聞きしてきた物理のイメージっていうのだけでみんな話すんですけど、物理って何がしたいと思って聞いたらですね、まあいろんな答えがあるんですけども、例えばですね、世界の真理を見極めたいとかですね、で、まあ確かにこれ、まあ嬉しいことは嬉しいですね。世界の真理を見極めたいとか言ってくれると、あ、物理ってそこまでも買ってくれてるんだと思ってすごく嬉しいんですけど、多分物理はこれがやりたいんだろうなと思いながら勉強するとすごい落胆すると思うんですよね。地味なんですよ。というのは、そもそも世界の真理を見極めたいって、まあ、全ての科学はそうかもしれないですよね。まあ、そもそも真理って何なんだって難しい問題あるにしても、全ての科学はそうかもしれないですけど、まあ、最終的な目標は確かに大腸内に構えた目標はこれなんだけど、いきなりこれを目的として始めたら何もできないです。絶対歩き出せないです。なので一番最初はもっと地に足のついたところから始める必要があって、ちゃんとステップを区切って最後はこういうところに向かっていくってことを、まあ、ちゃんとやらないといけないんですけど、ただ なんていうんですかね、これだから目標としてもちょっとですね、まあなんかふわふわしすぎてるというか、まあ、何やってたってそうですね、別にただ生きてるだけでも、まあ、ある意味こういうことやってるわけだから、あんまり物理とかいう話にならないわけですよ。そこでもう少し地に足をつけたい。もう少し地に足をつけて、なんて言うでしょう、まあ、分かりやすい目標というものに切り替えちゃった方がいいのかもしれないんですけど、その時に、例えば、まあ、この科学全般、この科学の目的っていうところも、まあ、聞いてくるんです。で、科学って結局何がしたいのかっていうとですね、予言なんですよ。この答え方っていうのはいろいろあるかもしれないですけども、僕は一つにこれ予言だと思うんですね。で、なんでかっていうと、予言力があることってすごい大事なんです。で、どういうことかというと、科学とは何かみたいなことを考えるときに、まず最初に多分多くの人はそもそも科学って言ったら自然科学のことを思いつく人多いんじゃないかと思うんですけど、特に今あれですね、科学的に考えるとか言ったときには大抵なんかこう自然科学の考え方でもって、何か自然科学で登場してくるようなものを使って分析していくときによくそういうことを言いますけど、科学って自然科学だけじゃなくて、もちろん人文科学も科学だし社会科学もそうなわけですよ。だから科学っていうのは
あれは物事の切り取り方というか物事の、まあ、考え方なんです。で具体的にはどういう考え方かというと、まずですね、科学は仮説を立てるんですね。仮説をまず立てる。で仮説を立てて、その仮説を検証するんですね。で検証するまま、つまり実験してみたりとか観測してみたりするわけです。観測してみたりするわけです。でそうすると、まあ自分の立てた仮説通りの結果が出ることもあるかもしれないし、まあ、大抵の場合は外れます。外れたらどうするかっていうと、まあ、それを修正するわけです。で修正してまた再びこの仮説を新たに修正した新しいバージョンの仮説を立ててこれを検証していくっていう、この一連のこの営みのことなんですね。この営み、この営みのことを科学っていうんです。だから科学っていうのは当然アップデートされる。必ずですね、あの自然界でも何でもそうですけども、全ての現象っていうのは検証していくと、あのその当時最初の頃は分かってなかったことがどん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 見つかってくるんですよ。なので、今までの説明ではうまくいかないような話が必ず見つかってきて、それを取り囲むようにさらに大きい構造を考えていこうとか、そういうことをよくします。で物理だったら最初、まあ、ニュートン力学でいろんな世界の話を説明していたと。ところが、まあ、それだけでは説明できない現象がたくさん見つかってくるわけですよね。まあ、特に20世紀に入るぐらい、まあ、19世紀後半ぐらい、19世紀のまあ後ろぐらいになってきたときに、まあ一つはミクロの世界で新しい現象が見つかってきて、でもう一つは、光を通じた非常にエネルギーが高い世界で、ニュートン力学では説明しきれないような現象が見つかってきます。でまあ、それがそれぞれ量子力学と相対性理論へとつながっていくんですけども、であのよく勘違いしている人いるんですけども、ニュートン力学って相対性理論が誕生したから間違っているんだと、相対性理論の方が正しくてニュートン力学が、まあ、正しくないんだっていう考え方をしている人いますけど、どちらかというとそういうことではなくて、ニュートン力学っていうのを取り囲むように、ニュートン力学っていうのをこう取り囲むように、ここに相対性理論の構造があるんですね。で、まあ、相対性理論もさらにこれは特殊とそれから一般って話に、まあ、あって、まあ、さらにでかい構造があって、ひょっとするともっとそこにでかい枠組みがあるかもしれない。まあそんな感じです。なので、ニュートン力学っていうのは相対性理論のあるリミット、極限でもって出てくるようなそういうものです。で、まあ、でもそうで極限で出てくるんだったらニュートン力学なんて近似理論なんだからあんまり意味ないんじゃないかと。相対論の方が完璧でニュートン力学は不完全なんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけど、それも間違いで、科学っていうのは基本的に有効的なモデル化なんですよ。ある現象が起きた時にその現象に対してどれだけ最もらしい理屈をつけられる。僕は物理のことを最もらしいへりくつまで言ってるんですけど、まあ、へりくつって言ってるのは、まあ、暴かなくていいようなことを無理やり暴くような無粋なところありますからね。なので、まあ、ちょっと少し自虐的に、まあ、へりくつみたいな言い方をしてるんですけど、まあ、そんな感じのものになっているので、僕らが日常生活で経験するような出来事だったらニュートン力学の方が完璧によく説明できるんです。もちろん特殊相対性理論まで遡ったって説明できますよ。説明できますけど、説明した後で結局、僕らが日常生活で、味わっているような現象に関してはこの部分の効果は効かないからって言って無視して切り落としていくわけです。で切り落として結局切り落とした結果何が残るかあったらニュートン力学が残るんです。なのでだったら最初からこっちで表してる方がよっぽどいいじゃないって話になるんですよね。だからこっちはよっぽど便利なんです。とにかく表したい現象が、何か説明したい現象があって、その現象を最も端的に表すのは何なんですかって言ったら、僕らの日常生活の範囲ではそれはニュートン力学なので、まあ、こっちの方がよっぽど、まあ、そこの意味では優れてるわけです。ただこれでは説明しきれない現象を扱わなければいけないときはもちろん理論を切り替えていくということになるんですね。だからまあ科学っていうのはそうやって説明できないといけないんですけど、まあ、その時に、じゃあですね、まあ、予言って言ってしまうと、まあ、本当に幅広いわけじゃないですか。まあでもそうですね、端的な違いの例で僕がよく挙げるのは、例えば雷が落ちるってあれは何なんだ、雷って一体何なんだって言った時に、まあ、皆さんよくご存知のように、まあ、雲とですね地面の間に、電気的な、電位の差、まあ、電圧みたいなものが電圧みたいな電圧が発生してそこにまあ電流がこう流れてるっていう、まあ、そういう状態ですね雷っていうのは。でそれで皆さん理解すると思いますけど、昔はですね雷様が雲の上で太鼓を叩いてたって話があったわけですよ。で多分皆さん、まあ、多分子供であっても
なんで雷ってできるんですか、雷って何なんですかっていう質問をしたら、子供でもまあ雷様が雲の上で太鼓叩いてるって多分あんまり言わないんじゃないかと思うんですね。どっちかというとその電気的な差ができて落ちる、まあ、そこまで説明できないとしても子供でもなんとなくそっちの方が勝ってるような気がするって思うんじゃないかと思うんですけど、まあ、少なくともこれ見てるみんな多くの皆さんはおそらくそう思うでしょう。でなんで皆さんそれ採用してます、雷様が雲の上で太鼓を叩いてるっていうのに比べて、なぜ皆さんは電気的な差、電気的なその電圧の電圧ですね、また電位差って呼ばれるものによって雷が発生している、そっちの方を皆さんはチョイスしてるのはどうしてですか。それよくよく考えてもらうと、あそこの予言力っていう予言力に関係するんじゃないかと思うんですよね。なんで信じることができるかっていうと、雷様が雲の上で、太鼓叩いてて雷が発生するって言ったとしたら、じゃあ例えばこういうある気温であるこういう天候状態になった時に雷が落ちるかどうかって予測できるかって全くできないわけですよね。それはいや実を言うとですよ、雷様が雲の上で、太鼓を叩いてるかもしれないという説は否定はできないんですよ。これは永遠に否定はできないんです。というのは、まあ、いくら何万発何億発の雷を、まあ、研究してみたところで、たまたま次の一発目は雷様が叩いてる可能性っていうのはありますからね。常にそれはありますから。で宇宙の研究だって何でもそうなんですけども、宇宙の端から端のところまで全部見たことある人どこにもいないですから。だからここで成り立っている物理法則が宇宙の端っこの方に行っても成り立つだろうというのは、それは仮説です。あくまで仮説なんですけれども、なぜそっちの仮説の方を僕らはどちらかというと信じるかっていうと、予言力だったり再現性だったりが圧倒的に高いからです。雷様が雲の上で太鼓を叩いているという説はですね、再現性が取れないんですよ。まあ、だけど否定できないっていうのはまたちょっと面倒くさいところで、その説を信奉している人にいくらまあそれを言ってもですね、まあ、それはまあなかなか否定することはできないんですよね。ただまあ目の前で何万発も見せて、じゃあこういう形でこのくらいの電位差になったらボーンと落ちますよって言ってそれを見せてあげればちょっとは信用してくれるかもしれないですけどね、なかなかまあ難しいかもしれません。ただちなみにですね、雷様が太鼓叩いてるっていうのもそんなに悪い話でもなくて、これ僕出典知らなくて、っていうか出典をずっと見つけられていないんですけど、どこかで聞いた話で、雷様がまあ太鼓を叩いてるっていうじゃないですか。で、その時のね、雷 の落ちた時のゴロゴロとかドーンとか、あの音って特殊関数っていうやつの中のベッセル関数ってのでかけるらしいんですね。特殊関数って何が特殊かって、正式な定義というより特殊関数って今呼ばれてるのは別に実はそんなに特殊じゃなくて、どちらかというと高校で教わらないやつを特殊関数って言ってるっていうぐらいのもんで捉えてもらっていいんですけど、高校ではまあサイン、コサイン、タンジェントっていう三角関数とか指数関数、対数関数とかまあ教わりますよね。まあ、中学までだったらこういう積関数と x2乗とか x3乗とかまあこういうの教わりますけども、まあ、こういう中学や高校で教わらないようなやつを特殊関数って言うんですけど、その中の一つにベッセル関数っていうのがあるんですよ。まあ、いろんなところで出てくるんですけどね、僕のやってるのは宇宙の研究とかだとベッセル関数ってインフレーションって宇宙の初期に宇宙が急激な膨張するんですけど、その宇宙がバーって膨張した時に膨張させてる原因の物質がスカラーラっていう、スカラインフラトンって名前ついてるんですけど、そのインフラトンの揺らぎ の式とかに出てくるんですね。まあ、それが元になって、まあ、実は今宇宙の構造とかができてったりとかするんですけど、まあ、それはともかく、ベッセル関数ってやつがあって、でこのベッセル関数って太鼓をトン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 って叩いた時のその太鼓の膜の振動に、まあ、現れてくるような関数なんです、ベッセル関数っていうのは。でもし本当に雷の音がベッセル関数でかけるんだとしたら、そのベッセル関数から想像して、あれは誰かが太鼓の膜を叩いているのではないかっていうふうに想像してたとしても、まあ結構いいセンスしてんじゃないかなっていうのもちょっと思うんですよね。だからもし誰かですね、その雷の音をその解析してベッセル関数の形でいい感じにかけてるみたいな文献、誰か知ってる方がいたらですね、ぜひ教えてください。それをちょっと見てみたいなっていう気がしてます。ちょっと今のところ僕はそれをちょっと見つけられてないんですけども、またこれは問題としてもいいですね、音を聞いて太鼓が分かるかっていうその逆問題というか、現象からもともとのソースって源って意味ですけども、これですね、ソース源ですけども、まあ、その元のものを見つけていく、その現象から逆算してこいつから始まったんだっていうふうに当てていくっていうのはすごく難しい問題なんですけど、面白いんですよ。これも本当に面白いんですよ。特に僕らなんていうのは、ブラックホールの研究とかしてるわけですけど、ブラックホールまで行けたら楽しいですけどね。ブラックホールについて詳しく知りたければ、それ一番いいのはブラックホールの近くまで行って様子を見ることでしょう。
でうちの研究室とか、まあ、僕もあの昔からブラックホールの中がどうなってるのかっていうのにずっと興味があるんですよ。だからブラックホールの中について知りたければ、それはまあ例えば、まあ、自分で言うのはちょっと怖いので探査機を中に入れるとか、まあ、何らかの方法を取ってブラックホールの中に入って、ああ中こうなってましたって言ってデータを取って、そのデータを外部に送信できればいいですよね。ところがブラックホールの場合はデータを外に送信できないんですよね。外部に送信できない。あのデータを送信するときってのは今のまあ皆さん の, そ の, あの携帯電話の電波とかでも何でもそうですけれども、結局電波で送ってるわけですね。で電波の正体は、まあ、電波は電磁波と呼ばれるものの中の一つです。これも後々今日も何回も出てくると思うんですけど、今今日って言いましたけど本当に今日長いですね。あの普通あの大学とか高校の授業で今日出てきますけどって言った時は1時間半の中で出てくるんでしょうね。僕の場合今日っていうのは文字通りの今日な感じですかね、まあ、文字通りが24時間な感じですけど、24時間の中で何度も何度も多分この電磁気体が出てくるでしょう。あ電磁波って出てくるでしょう。電磁波って出てくると思います。まあ、電波はこの電磁波の中にまあいろんなものがあって、いわゆるラジオとかテレビの電波って呼ばれるものも電磁波の一種ですし、で僕らの目に見えるような光、目に見える光は可視光って言いますけども、これもまあ電磁波の一種ですし、あとは赤外線とか X 線とか、まあ、いろんなものがあります。でいずれにせよこいつらはですね全部電磁波の一種で、電磁波って全部まあ光なので、まあ 光と言ってもいいと思うんですけども、あの同じ速さで飛ぶんですね。1秒間に、真空中だったら 秒速1秒間に、30万キロ、地球を7周半するっていうスピードで進むんですけど、それがまあ自然界最速なんですね。でブラックホールはひとたび中に吸い込まれると、それだけ速く飛べるような光であっても脱出することができないんですよ。だからあの例えて言うなら、あの例えばエスカレーターがあって、あの時々あの悪いことでですね、この下りのエスカレーター駆け上がったりとかしてる子っているじゃないですか。まあ、自分はまあまあ少なからずそういう経験あるわけですけども、中にはやったことある人いるでしょう。でもし皆さんがブワーってこう駆け上がろうと思った時に下りのエスカレーターがめっちゃ速かったら、どう頑張ったってこれは無理だっていう限界があるわけですよね。まあちょうどそういうイメージです。あの光が出ようとしても、まあ、実際には下りの別にこのエスカレーターとかベルトコンベヤーがあるわけじゃなくて、重力によってあの上に上がることができないんですけど、まあ、あの自然界で出せる最高の速度以上に、まあ、中に引きつけるようなものがあって出てこられないっていうのがブラックホールです。なのでブラックホールの中に結局一回入っちゃうと、どれだけ中身を詳細に観察したとしても外にその情報を出せないんですよ。なのでブラックホールの中に入ってみてこうなってましたっていうふうに言えないんですよね。なので、まあ、残念ながら別の方法を考えないで、まあ、こういう例えば、ブラックホールのまさに真ん中に何があるのかっていうのをブラックホールの外部の情報から当てていかないといけないってことを、まあ、僕らやってるので、なので、話今長かったですけども、その雷の音聞いて太鼓どんな太鼓鳴らしてんだって話は、僕らからするとブラックホールの情報を外側から見てて、あ中どうなってんだろうっていうふうに見るのと、まあ、本質的に同じなんです。なのでまあこういうそうだからこういう話で出てくるとですね、めっちゃワクワクしちゃうんですよ。これあのそうだろうな、多分どの大学の先生とかもそうでしょうけどもね、あの話してるうちになんかだんだん面白くなってきちゃって、結局自分の研究の話して終わっちゃうっていうのはこれよくあるパターンですね。であの大学の先生はよくありません、興奮してきていろんなところにこうしっちゃかめちゃうにこう書いちゃうと。であのまあ本当によくないですけども、あの、まあ、ついついそういうことも、まあ、今日もあるかもしれないですね。ただまあそこがまた一つ良さかなというふうにちょっと思ってほしいんですけど、あのこれ僕も群馬高専で教えてた時もそうだったんですけど、なるべくですね、あの僕ら自分が研究の中で、皆さんが使っている式がどういうふうに役立てていられるのか、役立てられるのか、まあ、どういうふうに生かされていくのか、どうやって現場で本当にあの使っているのかってことを、まあ、紹介してたんですよ。だから本当にこれ使うからねって、この現象に直結してるからめっちゃ面白いからねっていうことをどん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 言ってたんですよね。やっぱりそれはその高専の学生さんにとっても、まあ、やっぱ励みになったみたいで、やっぱりですね、勉強したらそれは何かの役に立つんだろうってのみんな信じて勉強してるわけですけども、で確かに何かの役に立つのは間違いないんだけども、でもやっぱり見たいですよね。それはせっかく身につけたんだったらすぐ使ったりとかしたいじゃないですか。あの今日見てくれてるかもしれないですけど、あの僕の友達で、大学の時の同期で、まあ、僕が空手やってたんですけど、その彼が合気道をやってて、でその彼がですね言ってたんですけど、合気道を習ってるとですね、初段くらいの頃って一番人に技かけたくなるらしくてですね、手首とかですね、こうコキッとこうやっぱすぐ行きたくなるらしいんですよ。ちなみにそいつはそいつとあの自分のその当時の彼女のですね、あの合気道やってる人だったので、2人で実はカップルで手をつないでると見せかけて油断すると行かれるっていう、そういう感じだったらしいですね。街でティッシュ配りの人がティッシュのここを見てると手首行くとあれはいけるなって思ってたらしいです。まあ、人間はそうやって使ってみたくなるんで、暴力は絶対ダメですけども、勉強したもんだったらせっかくなら使いましょうよ。
じゃあまあそれでですね、まあだいぶまあそんなことで、科学っていうのはまあとにかく予言力とか再現性が必要なんだっていう話からだいぶ広がってしまいましたね。さあこんなことやってて24時間大丈夫なんですかね。こんなことしてるからいつまでたってもあの授業を延長するんだって怒られちゃうんですけども、まあでもここがなんです、これなんですよね、あの本には絶対ない要素なんですよね。で意外とそういうあの余分なはみ出てる部分から人間と教わってるので、あの先生がこうやってここはこうなんだよとか言ってる、この手の動きが意外と重要だったりするんです。ちなみにこれは本当にあの教育学の分野でちゃんと研究されていて、先生がこうやって動かしている動き方とか先生の目の配り方とかそういうもので、あの先生が何を伝えるかよりは受け取り手側の心のこの開き方が全部変わってきて、結局物事を理解するっていうのにはそういうことの方が重要だったんだってことが分かってきたんです。だから先生が何伝えるとかよりもむしろ聞いてる側がどういうふうに受け止めるかが実は重要だってことはどん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 分かってきて、それがだからまあアクティブラーニングとか、まあそうやってあのお互いにこうなんていうんですかね、こちら側も何を伝えるかというよりまああのお互いに一緒に学んでいく、まあ共同で学ぶっていうところにまあつながってきたんですね。さてじゃあまあそういうことをここでできるかどうかなんですけど、じゃあまあ皆さんこれでもとりあえず科学というのはその予言力再現性が重要なんだってことは分かったと思います。じゃあです、じゃあその物理で予言するってのは何ですか。まあちょっとこういうかっこいい言葉を使ってしまうとなんかこうあれですよね、予言するとかこうやって言ってしまうと、まあかっこいいというかあの予言なんて言葉はあのなんて言うんでしょう、何とでも受け取れてしまうので具体的にどういうことなのかすごく分かりにくいと思うんですよ。なのでもっと言葉を書き換えましょう。そのために特にですね、まあ、物理の一番物理らしいところを、まあ、表しているのは何といっても力学なので、力学に話を聞かれちゃうでしょう。物理というよりまあここをまあちょっと噛み砕いてここはまあ力学に絞りましょう。そうするとじゃあ力学は一体何を予言したのか、力学において予言するとは何なのかなんですけど、ひょっとすると皆さんすごいがっかりするかもしれないですけど、力学に絞ってですね、何を予言できたら嬉しいかっていうと、これだけです。1と速度を求める。なんか物体があったときにその物体の位置と速度を求めようっていう、ただそれだけです。予言するっていうのはそういうことです。どういうことを言ってるかというと、こう例えばどこでもいいんですけども、まあ、どっかに物体がありました。最初物体がこの辺にありました。でその物体をパコンと叩いて、まあ、こっち側にこう飛ばしました。飛ばしたら当然ポーンとこう飛んでいって、こいつがヒューッと飛んでいって、まあ、こんなような軌道を描いて、いずれ落ちて、まあ、この辺のところにこう来たりとかするわけですよね。で結局のところ予言できるかどうかっていうのはあるセットアップで始めた時にですね、まずあるセットアップつまりまずあるセットアップで始めて、あるセットアップで始めて、特にまあその時にあるセットアップっていうのは物体がどこにいるかを表す、まあ、初期位置というのを与えて、はい、初期位置というのを与えて、でそれから初期位置だけ与えて、ここで置いといたらまあ基本的に何も起きないので、まあ、別にじっと止まってるっていうのも運動の一つですけど、まあ、それはあまり難しくないし、そんなに興味ないです。やっぱりまあ僕らはそこから何か変化するから面白いので、変化を記述できる術を知りたい。動かしたければ当然初期位置だけじゃなくてここに速度を与えないといけないですね、まあ、それは初速度と言いますね。最初の速度なので初速度と言います。初速度、速度の定義とかは、この後の 第2項パート2の方でちゃんとはっきりしたことをやりますが、簡単に言っておくと速度っていうのは小学校や中学校までで習っている速さに、向きを加えるものです。速さっていう と、例えば 10m/h とか、時速 100km とかそういう値だけですよね。値だけでどっちに向かって時速 10km で動いてるのかっていうことは速さの情報に入ってきません。時速10キロとか秒速 100m だけ聞いてもどっちに向かって走ってんのかなっていうのは分からないんですけど、速度っていうのはちゃんとですね、例えば東に向かって時速10キロとか、例えば座標軸をこう書いてこっちをプラスと決めたならばマイナスの向きに 2m/h って言われたら、あこっちに 2m/h で進んでるのねとか、そういうふうに、まあ、向きまで入ってくるものを速度って言います。だからこれはまた、パート2の方でもう一回しっかりやりましょう。
とりあえずまあこれはちょっと消しておきますね。一応書いて残しておいていいかな。あ、逆向きになりました。で、物体が例えばこっちにいたらこっちがマイナス2メートル前ってことですね。まあこんな感じになります。ちょっと小さいな。こんな感じになります。うん、でまた話戻しますと、あるセットアップを与えました。そしたら物体がフューンって動きました。で動いてきてここに来ました。ここが最終的な位置です。ここがだから最終、最終的にここまで来ましたよという位置で、でこれで、まず物体がどこにいるかが分かりました。で物体がどこにいるかが分かって、それだけでは実は物体の様子はまだ分かってなくて、どこに来たか、そしてどんな感じだったかを表してくれるのがもう一つこの速度です。ここでまあ物体がこうまあちょっと接線方向にこうなるんですけども、こういう速度になるんですけども、まあ、要は最初にここにいました。で動き始めました。でしばらく待ってた時にここどこに来てどんな感じでしたかっていう、この2つの情報を知りたいというのが基本的には力学でやってることなんです。でやるときにもうちょっと、大体どのくらいとかそういう感じじゃなくて、ちゃんと定量化します。この定量化するかしないかっていうのが、小学校から、まあそうですね、中学はギリギリちょっと定量化を始めるくらいなんですけど、まあ、あんまり大っぴらにはやらないですね。どちらかというと高校でもう完全に定量化してます。小学校までは定性的にやるんです。定性的って言って、例えば、まあ、押したら動いたとかそういう話しかしません。つまりどのくらいの力で押したらどのくらい加速したのかっていう具体的な数値まではやらないんですね、小学校では。だけど中学に入ると少しずつそういうことをやり始めて慣れていって、高校に入るともう完全にそればっかりになります。細かい話をやるようになります。なんでかって、大体こんな感じでロケット飛ばないですからね。せっかく物理やっても、まあ、みんな勘で飛ばしてるわけじゃないので、もちろんこのくらいの精度でこのくらいの角度でこのくらいの初速度でこのくらいの質量だったらあそこまで行くってことをちゃんとやるわけですよ。なので、まあ、定量化まで必ず行かないといけないということで、どうしても物理になったら、この話をですね、ちゃんと定量化して数値でまたは式で表さないといけなくなってきます。そうすると、まあ、何具体的にやるのがいいかっていうと、僕たちは飛ばしてからしばらく運動するのを時間の関数として求めるんですね。時間の関数として、あ、5じゃない、オーバーとして求めると。位置と速度を時間の関数として求める。あるセットアップで始めて位置と速度を時間の関数として求めるっていうのが基本的に力学でやりたいことです。実はそれだけです。でそれをまあちょっとかっこよく書けばですね、かっこよく文字とかで書けば、よく初期位置っていうのを、物体が最初にいる場所で X0、まあ、時刻0秒ってことですね。時刻0秒の時に、まあ、0秒っていうか、よーいドンで僕らが測り始めたストップウォッチを押したその瞬間を時刻 T=0 とかよく言います。よくですね、それでさらにもう一つ、この初速度、ここでよくあの疑問を感じる人がいるんですけども、初速度っていうのは T=0 でボンと打ち出した時のその速度です。でそれは、よく V0 とかこういうふうに言ってます。まあ、本当は今これ二次元なので、本当はベクトルになるべきですが、まあ、今ちょっとそこはちょっと置いときましょう。何を言ったかというと、本当はこれ X 座標と Y 座標が書いてあるので、二次元の世界の話なので、 X 座標がどこで Y 座標がどこなのかってことで、本当は情報を2つ入れないといけないんですね。ただまあちょっとここはそこは細かいので考えましょう。それから初速度も本当は斜め向いてますから、右方向の速度と上方向の速度が合わさって斜め方向に飛んでるので、本当は初速度っていうのはまあこうベクトルみたいな形で書いて、X 成分って言いますね、こっち側。それからこっち Y 成分って言いますけど、その2つを本当は書くのがまあ正しいんですけれども、とりあえずまあ今ここはそういう話じゃなくて、とにかく、あるセットアップであるその初期位置と初速度っていうものは重要なんだということで、まあこれだけ書いてます。でこのセットアップで始めて最終的にどこの位置に来るのか、まあ、そういうの X 座標は X of T という書き方をしますし、速度はまあ、あとこれもちょっと位置成分しか書きませんが、これも斜めになってますからね。 ですけど、だから本当は横と縦が必要なんだけれども、今は位置成分しか書かないので、まあ、こんな感じで書いておきましょう。とりあえずやりたいことは、まあ、こんな感じです。あるセットアップで始めて、つまりここは X0 ですね。 X0 とそれから V0 っていうのをこれを与えて、で位置と速度を時間の関数として書く。つまり時刻 t における位置、それから時刻 t における速度、
これを求めましょうっていうのが基本的に力学でやってることです。実はこれだけです。だからなんか力学とか物理ってすごい大層なあのことをやってるかと思いきや意外とそうでもないというか、まあ噛み砕いてしまえば結局これしかやってないよねっていうことなんです。でただあの物理やってそういうの好きなんです。あのすごい大層なことに一見見えるんだけど本質これだよねっていうのってものすごい大好きで、すぐあの物理ってナッティングバットって何々に過ぎないって言いたがるんですけど、まあちょっとあんまりそれ良くないかもしれないですけどもね、あのまあ物理としてはこう本質が一つつかめると非常に嬉しいことがあってやってることは実はそういうことです。ということでこれで目標の一つははっきりしました。いいですか。目標は目標じゃない、目標はですね、目標というか、まあ、目的というかというのはこれは、X0 や V0 を与えて物体の位置である X of T や V of T、 英語でこういうの X of T とか V of T って言います。まあ、別に XT とか VT でもいいです。何でもいいです。こいつを求めるという目標がまずはっきりしました。どうでしょう、最初に与えていた物理は何がしたいのかって言った時に世界の真理を見極めたいんだっていうことに比べるとだいぶとっつきやすくなったでしょ。で結局まあこういうことの先にだん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 その真理みたいなのが本当に見えてくるんですよ。だからあの特にですね、あの若いうちってなかなか目標が具体化されないので何からやったらいいか分かんないということがよくあると思うんですけど、まあまずはちょっとそれで噛み砕いてですね、結局何から始めるのかっていうと、まあここから始めましょう。これすごい大事なことだということなんですね。ちょっともう少し大きな字で書きましょうかね。少しちょっと小さいですね。ちょっと大きく大きくしましょう。もう一回目標は X0V0 を与えて、そして X of T や V of T を求める。ですね、まあ、初めてこういう単語に触れた方もたくさんいるでしょう。きっと小学生の、人も見てくれてるんじゃないかと思うので、忘れないようにもう一回ちゃんとこれ書いておきますね。 X of T、 これ位置です。物体の位置、物体の位置や速度を求める。いいですか。これが目標なんですよ。時間発展、時間の関数として求める、つまり任意の時刻 t に最初にポンって発射した時に1秒後2秒後3秒後4秒後バーって t 秒後にどこにいるか、でどんな感じで飛んでるか、これを求めるのが目標なんです。で目標がこれなんだってことをはっきり分かってしまうと次のステップっていうのは実はおのずと決まってくるんです。でもちろん物理を初めて学ぶ人がいきなりそんな目標は立てられません。ちゃんとそこはですね、ありがたいことに賢人たちが、もう先人たちがいて、で賢い人たちがどん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 それを作ってきてくれて、ちゃんと体系化されてまとまっています。でどうするかっていうと、それはですね、あの高校の力学の教科書とか高校の力学の問題集とかの目次の配列を見てみると実は答えが出てるんですよ。だからどういうふうに書いてあるかというとですね、まず一番最初何から勉強するかっていうと等加速度運動ってところから勉強するんですね。こっちに改めますかね。まず最初に等加速度運動というのを勉強します。で今はですね、高校物理も、まあ物理っていうのと物理基礎っていうのに分かれてしまっているので、ちょっとあの物理基礎は物理の中のちょっとエッセンスみたいなところだけ取り出してちょっと一足飛びに書いているので、あの物理基礎だけ見てるとなかなかあまりその目次通り並んでる感じしないかもしれないですけど、物理っていうところまで全部通しで見てもらうと、目次はこんな感じになります。まず最初に等加速度運動っていうのを勉強します。その後に力の釣り合いっていうのがあります。でその後に運動方程式っていうのがあります。でその次に保存則っていうのが出てきます。でその次に円運動、等速円運動って、ね、まあ等速とも限らないですけど、まあ高校の場合は等速円運動ですね。それから単振動って、ね、はい、こんな順番で並んでるんですけど、なんでだって考えたことあります？これがさっき言ってた目的が分かったらこう行くしかないよなっていう順番なんです。
それなんでかっていうと、こっちにちょっと付け出していきたいんですけども、位置や速度ってそもそも何で決まるかっていうと、そもそもまずですね、位置って速度で決まると思いません？つまり速度が0ならば、物体をここに置いたならば、速度が0ってことは動いてないってことですよね。だから速度が0の物体をここに置いたら、じーっと見ててもずっと位置はここです。でも動いてる物体ならば、ここに置いて、まあだんだんここに置いたらだん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 動いていくわけですよね。少しずつ動いていくわけですよね。でその速度が大きければヒュンって速く動くし、速度が小さければゆっくり動くと。だから t 秒後にどこに来るかっていうのは速度次第ですよね。だから位置を知りたければ速度を知りなさいということになるんです。速度の情報でまず位置が分かることが分かるんですね。でじゃあまあ位置はじゃあとりあえず分かった、速度が分かってるなら位置が分かる。でも俺らは速度も知りたいんだ。速度はじゃあどうやって分かるんだろうって思ったら、速度っていうのは物体が進んでいくその速さと向きですから、速さがもし一定、まあ、速度が一定だったらずっとこう動いていく。これいわゆる等速直線運動ってやつで、中学で教わるのは基本的にこれですね。一定のスピードでずっとただひたすらまっすぐ動いていく、まあ、これ難しくないですね。これ例えば物体が一定の速度でずっと動いていたって言われたら、その段階であそうなんですかで問題はおしまいです。でも皆さんも聞きあると思いますけども、どう考えても一定の速度をキープして動くの難しいですよね。普通僕らは一定の速度で歩けって言われてもそんなことできないじゃないですか。なので普通は速度は変化します。速度は例えばちょっとダッシュしちゃえば加速するし、でブレーキをキュッとかければ減速します。なので普通は速度はどん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 変化します。だからプラスに行く時もあればマイナスに行く時もある。なので加速する時もあれば減速する時もある。正の加速もあれば負の加速もあります。いずれにせよ何が発生するかというと、普通は速度に対して加速度が発生するんですね。速度に対してというか、加速をどうしてもしてしまって速度は変化しちゃいます。でその加速度が決まれば逆に言うと速度は分かることになります。このくらいの勢いで加速しているということが分かれば、どのくらい速くなっていくかというのが分かる。でここ見てほしいんですけど、中学までは速度一定だけの一定のペースで歩く簡単な話しかしなかったと。ところがやっぱりそれだけじゃ現実じゃないから、ちょっと速く行くとかちょっと遅くなるとか、そういうこう加速したり減速する運動も扱おうよと。ただ例えばですよ、バネにつけられた重りの振動、これ単振動ってやつで、物理でも本当品質です。物理って高校物理だけじゃなくて、物理の研究者の世界でももう毎日のように単振動出てきます。それくらい重要な運動だからこそ高校でやるんですけど、これなんかはもう加速度も時々刻々変わりまくってるんです。どん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 変わってるんです。全然一定じゃなくて難しいんですけど、いきなりそこに行くのは難しいから、小学校の時からやってるように、まず難しい話をやる前に一定のやつからやります。だからまず最初に加速度大事だって分かった段階で、じゃあ等加速度運動をやりましょうって言って、まず一定の加速度のところから練習しましょう。加速度は英語で、まあ、A ってよく書いてます。ちょっとここに書きますけど、加速度は英語でアクセラレーションなので、まあ、車のアクセルですね。アクセルって踏んだら加速しますよね。そのアクセルの頭文字の A です。あ、ちなみに速度は英語でベロシティです。ごめんなさい、ベロシティです。あれスピードじゃないのって思った人いるかもしれないですけど、スピードは速さなんです、ね、速さがスピードで速度はベロシティです。なので、まあ、頭文字の V を使って、速度というのはよく V というので表している。じゃあ1の頭文字 X なのかというと全然違います。1は英語でポジションです。もう全然P を使う、物理ではもう P も本当によく出てきますよね。 P って、まあ、プレッシャー、圧力の P もそうだし、運動量も P だしとか、まあ、山ほど出てくるので、まあ、もうこれ以上 P 使うと分からないのがあるのかもしれないですが、1は X、Y、Z が多いですかね。さて、じゃあ、 まあそれでとにかく大事なことは位置と速度です。でその位置と速度は何で決まってくるのかというと、結局加速度が分かっていれば決まってくる。でこれちょっと、大学生ぐらいの人であれば微分積分の関係で結ばれてるっていうことも多分知ってるんじゃないかなというふうに思います。位置と速度と加速度はどういう感じで結ばれてるかというと、位置を微分すれば速度が出てきて、速度を微分すれば加速度が出てきます。逆に加速度を積分すれば速度になって、速度を積分すると位置になります。なので本当に加速度が分かれば速度は分かります。速度が分かれば位置は分かります。なんかちょっとこの辺書いてあるんですけども、こんな感じですね。加速度を時間で積分してあげれば速度が出るっていう感じで一発でできるので、本当に加速度、速度、位置っていう感じがもう並んでるんです。っていうわけで非常に重要な加速度なんですが、じゃあその加速度は何で決まってるのか、
物体をどうやって加速するのかっていうと、例えばここに物はあるけれども、この物をこうしておいても全然加速はしないです。僕が押せば加速します。力を加えれば加速する。力を加えれば加速するんだから力が必要で、力を加えたらどのくらい加速するか教えてくれるのはこいつ、運動方程式です。運動方程式は、A イコール M 分の F、 あんまり A イコール M 分の F っていうような書き方はみんなしないでしょう。おそらくこっちの方が形としては馴染みがあると思います。これもともとニュートンが作った運動方程式は、さらにもう一つこれの、もうちょっと、プリミティブなバージョンというか、もっとプリミティブじゃないな、もっと一般的なバージョンで、運動量の時間微分が力に比例するっていう式なんですけど、それはまたちょっと後の方で言います。いずれにせよ運動方程式がちょっと書き換えるとこんな感じになっていて、物体の加速度は押した力、加えてる力に比例すると。で、質量に反比例する、まあ、だから強く押せばよくグーンって加速するし、ちょっとしか押さなかったらうーんってゆっくりしか加速しない。で、質量には反比例する。だから重たいやつはなかなか同じ力を加えててもうーんってなかなか動かないし、軽いやつはちょっとした力でスコーンってすぐ行ってしまうっていうのがこれですね。これが運動方程式ですね。で、だから知りたかった加速度大事なんだけど、それにはだから運動方程式っていうのを使って物体に力を加えてあげて、物体に力を加えたら加速するからって言って、これが分かれば、まあ、あと分かるよと、あ、いいじゃんいいじゃんって話になるんですよ。で、じゃあこれ使ったらもうあと全部知りたいこと分かるかなっていうと、問題なのは力って目に見えないんですよね。目に見えないんですよ。例えば今ここ黒板を押してますけど、今僕は黒板を押してるし、黒板から押し返されてる感じもめちゃくちゃあります。こう立ってる時には地面から自分のまあところを押し返す時にこの体重、自分の体重を感じてますけど、正確には体重を感じているというか、僕の体重は今あの地球に向かって引っ張られてますけど、でそれで地面にめり込もうとしているのを地面が押し返している、その力を持って僕は、あ、俺の体重はこんなもんかというふうに今感じてます。いずれにせよ僕は体重感じてますけど、これとかこれとか見えないじゃないですか。で、見えないものってやっぱりね、不慣れなんですよ。僕らは扱うのが不慣れなので、まず力の釣り合いというところで、ここで力 F のお絵描きを練習するんです。力の矢印ってやつ、力をこう矢印で描きましょうみたいな、こういうことを勉強して力にまず慣れましょう、力をビジュアル化することにまず慣れましょうということで釣り合いをやっていただいて、で釣り合いができるようになったら釣り合ってない力やるんですよ。2つが釣り合わなければグーンと動き出すでしょう。そのこれ2つが押し合いへし合いが拮抗してればここで止まることもできるけれど、こっちの力強ければ動き出しますよね。ということで、釣り合わなくなった、釣り合いになれたら釣り合わなくなっている時の運動方程式やりましょう。で、ある意味ですね、ここでもう実は力学おしまいなんです。フォーミュレーションとしては実はもうここでおしまいです。つまり力学を、力学でやりたいようなこういう目標を達成しようと思ったら実はこの段階でおしまいなんですけど、現実問題いろいろ難しいんですよ。例えば2つの泥の玉がありました。その2つの泥の玉がビチャって真ん中でこう衝突してくっつきました。さあその後こいつらは跳ね返るか、まあ、一体化するかいろいろあるでしょうけど、この後どうなりますかってことをやろうと思った時に、ぶつかってめり込んで、ほんでもっとめり込んで一体化してっていう、この状態のお互いの押し合いへし合いの力を時々刻々書いていけば、で書いていけばもちろんその都度その都度運動方程式を立てることができて、物体がどうなるかは解けるはずです。原理的にはそうなんだけど、実際問題そんなことできるんですかって言われたら、それは極めて難しいじゃないですか。なのでちょっとそれは無理だろうと。なのでなんか別の手がないかなって思った時に飛び道具があるんですよ。保存策っていううまいものがあって、これを利用すると途中途中何が起きてるか、まあ面倒くさいことになってるかもしれないんだけど、最初の状況だけが分かってたらその後どうなるかっていう最終状態が分かってしまっている時があるんですね。保存するってのはそういうことです。保存するって物理でよく保存するって言いますけど、保存するってのは一定値にキープされ続けるということです。一定の値になるということです。だから力学的エネルギー保存則と運動量保存則っていうのは高校で教わります。大学に入るともう一つ核運動量保存則っていう、もっともう一つ代表的なものを教わります。まあ、それ以外にも、ね、電化保存則とかいろんな保存則が世の中にあるんですけど、その保存則を使うと、例えば運動量保存則なんていうのを使うと、泥の玉がバーンってぶつかった後、この後どうなるか、一体化した後どっちに進むかっていうのが最初の質量と速度が分かっていれば計算できちゃうんですよね。っていう意味で僕らの目標は何しろこれなんで、途中別に運動方程式を経なくてもいいんですよ。とにかく最後にこれさえ分かればそれになるんで、最初の状態上がってて最終的にどんな速度になったかってことが分かれば万々歳なので、別にこれ使わないでもこっち使って答えが出るんだったらそれはそれでいいんですよね。なので、あ、保存則いいじゃない、これある意味飛び道具みたいなもんですね。
で、ここまで出たから力学の、なんていうんですかね、道具立てばおしまいです。ここで一通りの道具が全部揃いました。じゃあもうこれだけ揃ったから、あとはいろんな状況に応用していきましょうって話になるんですけど、だからここから先は格論ってものになります。格論、さまざまな現象に対して応用していくんですが、特にどうせそういうものに現象を応用するんだったら、やっぱりなんていうんですかね、応用性が広いもの、汎用性が高いものの方がいいじゃないですか。ってなった時に等速円運動と単振動ってのが出てくるんです。なんででしょう。等速円運動と単振動が出てくると、この粒が実は控えてるんです。これあのこの、このぶっ続けこのライブのですね、このライブの、まあところあのラインナップを見ていただくともう答え書いてあるんですけど、この後何が出てくるかというと、単振動の中に波っていう単元が出てくるんですよ。波、波動、高校物理の順番だと熱力学が挟まったりすることありますけども、基本的に話の流れとしてはこっからこっからこうです。この流れです。というのもここまでの話ってほとんどは粒に対する話なんですね。粒子的なもの、もっと簡単に言えば質点と言われるような大きさを持たないようなちっちゃい粒々です。そういうものがぶつかったらどうなるかとか、そいつらがピュンって飛んだらどうなるかとか、そういう話しかしてないんですよ。だけど自然界ってもう一つ代表的な物体があって、それが波なんです。波と粒子の決定的な違いは重なれるか重なれないかです。粒子はお互いをお互い弾き飛ばします。お互いを弾き飛ばすっていう振る舞いをします。でも波は2つの波がうわーってくると、ここでこう重なることができるんですね。例えば2つの山が重なった時は、その山が2倍の高さの山になります。で重なって2倍の山を作ってふわーっとこっちに通り抜けて、再び何事もなかったかのようにこっちにふわーっとこう広がっていくっていうことが起きます。そういうふうに、粒子と波は決定的に振る舞い方が違うんですけども、実際のところですね、世の中ってのは大雑把に分ければ、世の中の半分は粒みたいな振る舞い方をするものでできています。でもう半分は波みたいな振る舞い方をするものでできています。まあ、ちょっとここの意味での粒子と波は、この粒と波っていうのはちょっとあの難しい話になるんですけれども、例えばあのですね、あの素粒子とかそういうの知っている人であれば、フェルミオンとボソンという言葉を聞いたことがあるかもしれません。フェルミオンというのは、特徴が、まあ、代表性質は電子です。電子なんかはフェルミオンと呼ばれるものの粒子の一種なんですけども、これはですね、同じ状態に2つのものがなれないという特徴を持っているんですね。つまり1個の電子がある状態になってしまったら、他の電子はその状態を同じように占めることができない、まあ、だから同じ場所に来ることができない、同じエネルギー順位になれないとか、まあ、そういうなんていうんですかね、 まあ、あたかも1つの状態をもう俺がここを占めたらお前来んなみたいな、そういう性質を持っているんです。それに対してもう一つ、波的な重なれるような性質を持っている、重なれるのは、重なれるような性質を持っているのはボソンというもので、その代表性質は光です。光はまあいくらでも重なることができる。ただしここで言ってる重なるは同じ状態を取れるっていう意味での重なるです。なのでちょっと最初に言ってたここの重なるとは少し違うんですけどね。あの難しいのは場の量子論ってところまでやると、結局のところそのボソンもフェルミオンも場で表されるので、まあ今日の24時間の一番最後ぐらいの頃に光は波なのか粒子なのかって話が出てくるんですけども、まあ答えを先に言ってみなきゃ分からないんですけど、まあ言っても多分あんまり答えにならないんですけど、場なんですよね。答えは場ですって話なんです。でまあ波か粒子かどっちなのかって言うと、まあ強いて言うならば波っぽいなんですよね。でただそもそもなんでそれを僕らが粒子と判断したかっていうのは、それは粒子としての性質を満たしているような現象を起こすからなんですよね。だってまあ電子もそうです。僕らが電子を粒だと思っているのは、電子についていろんな実験をしたら粒っぽい振る舞いをしたからなんですよね。誰かが電子をここに持ってきて、はい電子って言ったわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、あたかもですね、あれですね、例えば誰かがここの壁使ってボール投げかなんかして遊んでたとして、で、まあその子がもう帰っちゃった後に僕らが来てこうやって壁見たら、ボールの跡がペコッと僕についてたと。それ見たら、例えば野球のボールのこう、なんていうんですか、この縞模様じゃないですけど、なんかこのコネの模様がこの例えば網目の網じゃない、なんかこの線の模様がついてたら、あ、野球のボール投げてここで遊んでたのかなと思うじゃないですか。でもっとでっかいのがついてたら、あれこれサッカーなのかなとか、なんかさまざまなそういうものって後から判断できますよね。どんな跡が残ってたかで判断できますよね。で基本的にはそういうものなんですよ。実験とかでやってるのっていうのは、何か実験をやってみたら、その観察してるスクリーンみたいなところに何らかのこの、痕跡が残るんですね。でその痕跡を見る限り、これは粒っぽいやつが残す痕跡だよなって話になってくれば、あ、これ粒なのかなっていうふうに、まあ、みんなが信じるってことになるわけです。まあ、ちょっとそれはだいぶ一足飛びの先の話が見えてきました。
あの別にあの皆さんに24時間付き合ってもらうために今から最後の宣伝したわけじゃないですけども、あのもちろん皆さん無理しないでくださいね。僕はあのどっかでなんか無理こそ美しいって言葉をちょっと聞いたような気もするんですけど、それ良くないですね。それ良くないですね。あの痩せ我慢こそ男の真骨頂っていうのは誰が言ってたんでしたっけ。男塾ですかね、これは。あの良くないですね。良くないですね、それはね。あんまりいいことじゃないですけれどもね、あの皆さん楽しんでください。あの本当にあの無理する必要は全くないので面白がってくれればいいです。さて、じゃあまあそれで話戻しますよ。でこのじゃあその世の中の半分っていうのは今までここではつぶつぶしかやってなかったけども、実はもう半分は波なんだとしたら、波について勉強しないわけにはいかないじゃないですか。世の中の半分しか知らないんじゃ物理勉強した話にならんでしょ。ていうか実際多分つかめないですよ、波まで知らなかったら。でじゃあ波は何でできているのっていうと、波は単振動の、あ、まあ、単振動とは限らないんですけれども、媒質っていうものの振動なんです。あの人間が作る、あの平らな人間でみんなでこうでわーって順番にこう手を挙げていくウェーブってありますよね。あれってこういう形に見えますけど、別にこういう形した蛇みたいな物体が動いてるわけじゃないじゃないですか。人間はその場でその場でこうただ各自はこういうことをちょっとずつタイミングずらしながらやってるだけですよね。でも結果的にふにゃ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 と進んでいく。これが粒子とは決定的に違うんですよ。粒子は本当にそいつ本体に行くんです。だから波はそうじゃなくて、媒質と呼ばれるやつらは勝手に、まあ勝手にというかその場でやってるだけなんだけど、結果的に波というものが伝わっていく。少なくとも情報は伝わります。あと人間の場合はただあの別に隣の人に無理やりグワッて引き上げられたら話は別ですけど、なんかあのこういうふうに、まあ、なんか隣から来たからやらなきゃいけないな、しょうがないなと思ってこうやっていくっていう、こう気遣いが伝わってますけど、海の水の場合はその情報だけじゃなくて本当にエネルギーも伝わってきますね。隣あの海の水の、あの海のその海面の表面にある水面波とか音の音波とか、それから光の波ってのは本当にこのエネルギーも伝わっていく。そういうふうに媒質はその場で振動してるだけなんだけども、エネルギーと情報が徐々にこう伝播していくってものが波なんです。でそれは粒子とは決定的に違う性質をしている。なの でその波の特に綺麗なタイプの波っていうのを作ろうと思うと、単振動っていう振動で揺れてくれるといいんです。人間のこれじゃなくて、人間のこれも例えばあの人間の、ウェーブもですね、例えば3人が一斉にバッて立ち上がってしまったら、こういうパクッてした波になっちゃって綺麗じゃないわけですよ。なるべくこう綺麗にこういいタイミングで行ってほしい。いいタイミングに行くような波を作ろうと思ったら単振動という揺れ方をするといいんですけど、じゃあ単振動って何なんですかって、それは等速円運動の影の動きなんです。円運動している物体がこうあります。円運動している物体がこうあって、横から光を当てるとその物体のこの影がスクリーンに映りますね。でこの影の動きは当然こういう上下の振動です。この上下の振動の仕方が単振動というタイプの振動になっています。というわけで、だったら波を勉強したいんだったら単振動が波の元なんだから、単振動知らなきゃダメじゃない。じゃあ単振動って何でできてるのよって言うと、それは等速円動の影の動きなんだから等速円動やんなきゃダメでしょっていうことで、どうせ格論やるなら役に立つやつらをやりましょうっていう、そういう構成になってます。で見てみ、もう一回だから自分の教科書見てみてください。目次とかを見るとこういうふうにちゃんと並んでるはずです。等加速度運動をやって、力の釣りやって、運動方程式やって、保存速までやったら円運動いって、単振動いって、そして最後は波の単元につなげていきましょうねっていう並び方をしてるんです。それもこれも結局この目標知ってるんです。こういうこれがやりたいことで、そのためにやろう、あの必要な手立てでいくんだったらこの順番で勉強するんじゃないっていうことなんですよね。ただ初めて勉強する人はなんかこれ最初からなんか一部の天才がこういうことを考えて並べたように勘違いしちゃいがちなんですけど、もちろんそうではないです。もう本当に長い間かかって人類がもうああだこうだ試行錯誤しながらそれぞれの分野をいろいろとやってきたんですよ。でそれを現代的な観点からまとめ直してみたら、そしてなおかつ、まあ、ちょっと高校とかの場合はなるべく早くあの高校にいる間にゴールまで行くんだったらこういう順番に並べるしかないよなっていうことで、まあ、並べているんですね。まあ本音を言うとね、本当はこういうのとかだってもっと何十年もかかって僕勉強していいと思うんですよ。で自分で一個一個、まあ、この配列いいなとか発見できたりとかしたらそれも非常にいいと思います。ですけども残念ながら、まあ、ちょっと時間がない。ただまあただしですね、まあ、時間がないと言ってもそれはですね、あの学校にいる間にテストの成績を上げるために時間がないとか、大学入試までに間に合わないから時間がないとかだったら、まあ、ちょっとしょぼって話になるんですけども、でも僕はあの、まあ、それはあのポジティブに捉えるとですね、僕ら現代人は今まで昔の人たちがやってきてくれてたことは分かっていて、その上で現代人にしかできないことを次やろうとしてるわけですよ。でそれをやろうと思っても、やっぱそれだって一人の人間が一生の中でやれることってほんと少ないし時間足りないんですよ。だったら先達たちですね、先輩たち、先達っていうのはあのこういう先達ですね、この先達がやってくれたことは
ありがたく勉強させていただいて、最速でこの辺のところを片付けて、それで僕らが現代人である僕らが僕らにしかできないようなことに向かって力を、まあ、傾注していけばいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うわけです。というわけで、まあ、第一歩ですね、パート1はこれで一つ終わりになるんですけども、目的がこれですね。目的を知りましょう。そして全体像を知りましょう。これ全体像、上から見た図、鳥の目になって上から見た図、これを長官図って言います。このように目的と長官図を揃えれば、これから先皆さんが勉強していくときに迷子にならないで済みます。難しい話も時々出てきますけども、ゴールはあそこにあるんだ、だからこの山さえ越えればとか分かっていれば、しんどいのも耐えられるし、今自分が何を勉強しているかが分かれば明らかに楽しくなりますから。ということで、まずは最初にこの全体像を踏まえた上で、今日もこれから先進んでいきましょう。ということで、まず一番最初ですね、第1項で終わりたいと思います。